ジャン・クリストフ、ロマン・ロラン。前回の続きからです。サンフロリアン街道の大オルガンについて、日曜の彩色の伴奏をやっているとき、彼はミサニよりもむしろ大オルガンの方に多く気を取られていたし、聖歌隊がメンデルスゾーンを奏している時よりもバッハを奏している時の方がはるかに宗教的気分になっていた。ある種の式典は彼に激しい信仰心を起こさせた。しかしその時、彼が愛していたのは神であったろうか、あるいは不注意な一牧師がある日彼に言ったように、ただ音楽ばかりであったろうか。この牧師の冗談は彼を困惑せしめたが、牧師自身はそれを夢にも知らなかったのである。他の者だったらそんな冗談には気も留めず、そのために生活態度を変えようとはしなかったろう。自分が何を考えているか知らないで平然としているようなものが世にはいかに多いことだろう。しかしクリストフは厄介にも紳士を欲して痛く悩んでいた。そのため彼はあらゆることに対して慎重になっていた。一度慎重になれば常にそうならざるを得なかった。彼は苦しんだ。自分が二心を持って動いているように思われた。一体信じているのか、もしくは信じていないのか。この問題を一人で解決するには、彼は実際的にも、また精神的にも、知識と暇とを要するので、その方法を持たなかった。それでも問題は解決せねばならなかった。さもなくば彼は局外者となるか、もしくは偽善者となるかのほかはなかった。しかも彼は両者のいずれにもなることはできなかった。彼は周囲の人々をおずおず観察してみた。誰も皆各自に確信あるらしい様子をしていた。クリストフは彼らのその理由を知りたくてたまらなかった。しかしダメだった。誰も彼に明確な答えを与えてくれなかった。いつも帰り見て他のことをばかり論じた。ある者は彼を傲慢だとし、そういうことは論ずべきものではなく、彼よりも賢い優れた多くの人々が議論なしに信仰しているし、彼はただそういう人々と同じようにすればよいと言った。またはそういう問いをかけられることは、あたかも自分自身が侮辱されることででもあるかのように、気色を損じた様子をするものもあった。けれどもこういう人たちは自分の事柄に対して、最も確信を抱いているものではおそらくなかったろう。またある者らは肩をそびやかして微笑みながら言った。なあに信仰は別に害になるもんじゃない。そして彼らの微笑は言った。そしていかにも便利だよ。そういう者どもをクリストフは心から軽蔑した。彼は自分の不安を牧師に打ち明けようとしたことがあった。しかしそのためにかえって勇気がくじけてしまった。彼は真面目に牧師と議論することができなかった。向こうはいかにも愛想が良かったけれども、クリストフと彼との間には実際的に平等さがないことを丁寧に感じさせてくれた。彼の優越は論ずるまでもなく分かりきったことで、一種の無作法さをもってしなければ
彼が押し付けた範囲から議論は出ることができないと前もって定まっているかのようだった。敵の竹刀をかわすだけの稽古試合だった。クリストフが思い切って範囲を踏み越え、人角の男にとっては答えるのも面白くないような質問をかけると、彼はただ庇護するような微笑を見せ、ラテン語の句を持ち出し、神様が解き明かしてくださるように祈りに祈れと父親めいた咎め方をした。クリストフはその丁寧な優越の調子に屈辱と不快とを感じながら話をやめてしまった。当不当にかかわらず、いかなることがあろうと再び牧師なんかの助けを借るまいと思った。一と聖職者の肩書きとによって自分より向こうが優れていることは彼もよく是認していた。しかし一度議論する場合には、もはや優越も定列も肩書きも年齢も名前もないはずである。ただ真理だけが肝心であって、真理の前には万人が平等である。それで彼は信仰している同年配の少年を見出して嬉しかった。彼自身も信じたいとばかり思っていた。そしてレオンハルトからその立派な理由を与えてもらいたいと恋願った。彼の方から話を仕掛けた。レオンハルトはいつもの静かな調子で答えて、別に熱心さを示さなかった。彼は何事にも熱心さを見せなかったのである。家の中では絶えずアマリアか老人かに邪魔されてまとまった話ができないので、クリストフは夕方食後に散歩をしようと申してた。レオンハルトは礼儀深いので断りかねた。しかし気は進まなかった。なぜなら彼の怠惰な性質は歩行や会話やすべて努力を要するようなことを恐れていたからである。クリストフは話を始めるのに困った。何でもない事柄についてヘマな 2,3 句を発した後、彼は少し乱暴なほど突然に心にかかっていた問題に飛び込んでいった。本当に牧師になる気か、牧師になるのは嬉しいのかとレオンハルトに尋ねた。レオンハルトはまごついて彼に不安そうな目つきを向けた。しかし彼に何らの出来もないことを見て取ると安心した。そうです。と彼は答えた。そうでなくてどうしてなれましょう。ああ、とクリストフは言った。君は本当に幸福だね。レオンハルトはクリストフの声のうちに羨望の気味がこもっているのを感じた。そして心地よくおだてられた。彼はすぐに態度を変え、胸襟を開き、その顔は輝いた。そうです。と彼は言った。僕は幸福です。彼は晴れやかになっていた。どうしてそんな風になったんだい？とクリストフは尋ねた。レオンハルトは答える前にサンマルタン修道院の歩廊の静かな腰掛けに腰を下ろそうと言い出した。そこからはアカシアの植わった小さな広場の一隅が見え、なお向こうにはユーモアに浸ったのが見えていた。ライン川は丘のふもとを流れていた。荒れ果てた古い墓地が、墓石は皆雑草の波に覆われて、締め切った鉄門の後ろに、彼らのそばに眠っていた。レオンハルトは語り出した。人生を逃れることは
永久の避難所たるべき隠れ家を見出すことは、いかに楽しいことであるかを、満足の色に目を輝かしながら説いた。クリストフはまだ最近の心の傷が生々しくて、この休息と忘却との欲望を激しく感じていた。しかしそれには哀戚の念も混じっていた。彼はため息をついて尋ねた。それでも全く人生を見捨ててしまうことを、君は何とも思わないのかい？何が惜しいことがあるもんですか？と相手は静かに言った。人生は悲しい、醜いものではありませんか？美しいものもまたあるよ。とクリストフは麗しい夕暮れを眺めながら言った。美しいものもいくらかありはしますが、それは非常に少ないんです。非常に少ないったって、僕にはそれでたくさんだが。ああ、それは分別臭い考えにすぎません。一面から見れば、少しの善と多くの悪とがあります。また多面から見れば、地上には善も悪もないんです。そしてこの世の後には、無限の幸福があります。なんで躊躇することがありましょう。クリストフはそういう数理的な考えをあまり好まなかった。そんな打算的な生涯は極めて貧弱に思われた。けれどもそこにこそ知恵が損するのだと思い込もうと努めた。そんな風では、と彼は少し皮肉を交えて尋ねた。ひとときの楽しみに誘惑される恐れはないだろうね。あるもんですか。それはひとときのことに過ぎないが、その後には永遠があるということが分かってますからね。じゃあ君はその永遠というものを確信しているのかい？もちろんです。クリストフはいろいろ尋ねた。彼は欲求と希望とに震えていた。もしレオンハルトが神を信ずべき不可抗の証拠を示してくれるとするならば、いかに熱心に彼は神の道に従うためにあらゆる他の世界を自ら捨て去ることだろう。レオンハルトは人の役目をするのを得意に感じていたし、その上クリストフの疑惑は形式に対するものに過ぎなくて、理論にはすぐに屈するだけの鑑識を備えたものであると信じていたから、まず最初に経典や福音書の権威や奇跡や伝統などの力を借りて説いた。しかしクリストフがしばらくその言葉に耳を傾けた後、それは問いを持って問いに答えることであって、自分が求めているのは、ちょうど自分の疑惑の対象となっているところのものを示してもらいたいのではなく、疑惑を解く方法を示してもらいたいのであると言って、彼の言葉を遮ると、彼は顔色を曇らせた。クリストフは思ったより一層不健全であり、理性によってしか服従されまいと自負していることを、レオンハルトは認めざるを得なかった。けれども彼はなおクリストフが唯我独尊主義者の真似をしている。彼は本心から唯我独尊主義者たりあるものがあろうとは想像だもしなかったのだと考えた。で彼は落胆もせず、最近に得た学問を鼻にかけて学校で習い覚えた知識に頼った。そして命令よりも一層厳かな調子で、神と不滅なる魂との存在の形而上学的証拠をごたごたと並べ立てた。クリストフは気を張り詰め、額にシワを寄せて一生懸命になり、黙って考え務めていた。彼はレオンハルトに言葉を繰り返させては
その意味を理解し、それを心にかみしめ、その理事をたどろうと、甚だしく骨折った。